はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アナルザス側です。デスストランディング、続きをやっていきたいと思います。さあ、端末を起動。サム、次はそこからマウンテンノットシティまでつなぐことが目標だ。中継ステーションからマウンテンノット北の配送センターを経由し、マウンテンノットシティに到達する。山岳地帯は大きく迂回することになるだろう。このキューピッドでつないで大丈夫なのか。まだソフトは書き換えていないぞ。大丈夫だ。マウンテンノットでソフトを書き換えたキューピッドをつなげば、それまでにつないだエリアも更新され通信は安定するはずだ。そのためにもマウンテンノットまでをつなぐ。ひとまずは今のキューピッドでつないでくれ。了解。わかった。アメリカの連絡は？まだだ。我々は彼女を信じて先へ進むしかない。彼女もそう望むはずだ。次の依頼はレイクノットシティ南の配送センターで受注してくれればいい。頼んだぞ。それからサム、建設装置にジップラインを追加した。ああ、来た、ジップライン。気に入ってもらえると思う。日本の支柱の間を滑空できるの。川を渡りたい時や急な斜面や岩場を越えたい時、両端にジップラインの支柱を立てれば楽に渡れる。ラボの外に試験的に立てたジップラインの支柱があるから、試しに使ってみて。そうだサム、フラジャイルがまた君に協力したいと言ってきた。フラジャイルにジャンプを頼みたければプライベートルームに行くんだ。そこからはサウスノットシティが近いだろう。ジャンプすれば効率よく移動できる。ただし依頼された荷物を持っていくことはできない。君に任せるが、候補の一つとして考えておいてくれ。了解。さあどれだ。あ、あれだ、正面にあるやつ。あれとどこをつないでるの。あ、あれだ、あれだ。ちょっと一回やってみよう。これでね、ほんと山の上にいるわけがない人たちをね、ジップラインを使う。おお。で、接続先に移動。はあ、楽。ほんとね、山の上にいる人ね、マジでめんどくさいですから行くの。はい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 。だからもうこれをさ国道沿いに全部つないだらさ、車なしでもこうやって移動できるようになるよってことでしょ。なるほど。じゃああそこに戻ろう。南配送センターのとこに。ジャンク屋から結婚は難しいというメールが来ている。何かあったのか。サム、君は今も一人で荷物を運んでいるのか。一人でいる気分はどうだい。僕はもうすっかりその気持ちを忘れてしまったよ。ああ、一人は良かった。何をするにも自由だし、怒られたりすることもなかった。彼女はすごく細かいんだよ。僕のやることにいちいち口を出す。それでこの間ついに喧嘩したよ。距離が近いとお互いを束縛してしまう。これが結婚というものなのか。想像以上に難しいよ、サム。そうかい。常に感謝だぜ。感謝の気持ちを忘れずにだ。サム、ようこそ配送端末で依頼を受けてくれ。はい。さあ、K7 北中継ステーションへ建設素材を配送せよ。よし、行こう。車行けっかな。建設装置にジップラインを追加したわ。これは役に立つはずよ。複数の支柱を立てるとその間を早く移動することができるの。試してみて。いやーってことは、あ、ちょ、待って、作んなきゃ。よし、4個ぐらい持っとくと、
で、パワースケルトンに切り替えといた方がいいな。多分普通に行けないから。ほい。さあ、こっちか。ここもまた国道通さないとな。よし。はい、PT。さあ来た。このまままっすぐだな。どうせいるんだろうね。うわ、めちゃめちゃいいのがある。いきますか。おっ、逃げろ。よしよしよし。どうしたもんかな。やっつけるか。はいはいはい、はい、持ってってください。さあ行きましょう。よし。あの上か。これは本当に。ロープ。なんだっけ、あれがないと、ジップラインがないとめんどくさいだろうね。ここら辺立ててみようかな。ほい。うん。ジップライン。カイラル通信の接続エリア外。じゃあつないでからじゃないと作れないのか。めんどくさ。頑張っていこう。登ってけ登ってけ。よいしょ。ぐるーっとバイクで行けそうな気もする。行けないと困る。そして行ける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 。いけるぞ。いけるいけるいける。よーし。スキャンを開始します。ふぅ、ID認証ク。よーし、行きました。ふぅ、はい、納品。ここまで一応バイクで来れるっちゃ来れるな。ああ、サムブリッジズですね。有名でしょ。たった一人の第二次遠征隊。噂はこの陸の孤島まで届いてます。うん。BTU を倒し、テロリストにも屈さない伝説の配達人に会えるとは。本当に
うん、さて、お疲れ様でした。ここまでよく運んでくれました。おお、これだけの量があれば十分です。おかげで、この設備の復旧作業もはかどります。うん、UCA 加盟の各施設で化学物質が使えるようになりました。へえ。また新たな素材が。うん。あとは。はい。なんか変わるんかな。うん。変わらない。さ、うん、つながってくね。プロテクター、うん、アサルトライフルゴム弾、非殺傷の銃ができたと。ここの施設も UCA の一部になった、うん、陸のことはガイラル通信のおかげで遠い東の本部までつながった、うん、設備の復旧作業はこれからですが、さらに前向きになれた気がします。そうですか。全力を尽くします。頑張ってください。サム、あなたも頑張って。うん。一日も早く西へ到着することを祈っています。うん。よくやったサム。次はマウンテンノットシティ北の配送センターまでつないでほしい、うん。実はその配送センターから非常事態の連絡が入っている。詳細は未だ不明だが、事故があったらしく、怪我人が出ている可能性もある。うん、その端末で確認してくれ。お疲れ様でした。ああ、緊急、まあ、と40分以内に行くと。ちょっと待ってね。でも今赤ちゃんがね、ストレス、ものすごいストレスだらけだから、ちょっと、あなたの肩と足につけるプロテクターね、うん、ただし、つけている場所には荷物を固定することができない。よく検討してから選んでね。はい。うん。なるほど。まあいいかな。ちょっと一旦赤ちゃんあやします。さあ、40分以内に血液製剤を運ぶと。行きましょう。さあ、うん、時間は限られている。何よりもスピードが要求される配送だ、うん、一刻も早く届けるためには何が必要か、どうすればいいか、よく考えて決めてくれ。了解。背負っていこう。うん、一応はしご2つとロープ持ってきましたんで、まあなんとかなるんじゃないかなとは思うんだが。ありがとうございました。ほい、できる限りバイクで行って、で乗り捨てていく。うーん、橋があるな。ほい、ではこれで失礼します。向こう、よいしょ。こっちから行っちゃっていいかな。うーん、初めて行くところはマジで道がわからんから怖い。誰かがジップライン引いてるじゃん。最高。よいしょ。落石あんの？大丈夫？ほい。これは？どこまでのジップライン？うん。さて、いい。ほい。接続できるジップラインがありません。
ユウは何しに、何しにここをジップラインに。どうするか、とりあえずまっすぐ行こうか。まっすぐ行って、あの橋があるってことはあっちから行けるのかな。いやでもここをぐーっと越えてショートカットできそうな感じもするんだけど、めちゃめちゃ落石あるから怖いんですよね。あと普通に充電なくなりそう。ここの橋まで行こう。よいしょ、持ってくれよ。一応建設装置持ってるから発電機も作れる。じゃあ作れるかな。なんだあれ、火葬場。よいしょ、左から、これ森、森、岩、左から行くか。あーもうやや、やめて、バッテリーがわずか。まあ40分あるからね。ブリッジズ職員死亡推定時刻そんなことになってたのね。一旦発電機立てるか。ほい、よいしょ、 OK。 これで充電して、やばくなったらもう一本立てる。早く早く早く、よし、とりあえず BT がいないだけマシだな。よし、 OK。 多分こっちから行けんじゃないかなと思うんだけど、あ、やべえかもしんない。大丈夫かな。うん、分かってるな、サム。うん、殺傷武器を持っているときは特に気を引き締めてかかる。ニュールか、言うまでもない。人を殺してはならない。え、そうなの。死んだ人間を放置すれば BT になり、そうか、恋人のリスクが高まるんだ。人を殺すということは君や罪のない人々を危険にさらすことになる。うん、そういうことか。だからミュールも殺してこないのね。俺が散々パラモノ盗んでも悔しいだろうな。え、普通に撃ってくるんだけど、どうして。よし、 OK、 切り抜けた。よし、じゃあな。よし、ここにも国道をつなげられんの、こんな遠くまで。この辺に潜んでいるテロ集団のようだ。うん、ミュールだった連中がテロ行為をするようになった。何してんだよ。彼らには荷物も配送も関係ない。今や破壊そのものが目的となっている。うん、サム、さすがだ、見事だった。大切な荷物をよく彼らから守ってくれたな。うん、この先も接触する可能性はあるだろう。気をつけてくれ。了解。今までのミュールがどんだけ優しいやつだったかね、思い知ったよ。ごめんな。ここか、あれだ。よし、届けに来たよ。血液を。よし、よいしょよいしょ。
ちょ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 、よし、はい、オッケー。何があった？ほい、よいしょ。ありがとう。血液製剤は医療班に受け取った。うん、仲間が助かる。何があった？さすがだ、こんなに早いとは。何があったんだよ。あんたもこの先テロリストに気をつけてくれ。テロリストにやられたのか。なるほど。仲間を傷つけたのはテロリストだ。うん、荷物の中に爆発物が紛れていた。それに気がついて処理しようとしてくれたんだが被害に遭った。この辺りはテロリストの根城だ。悔しいが、もっと気をつけるべきだった。セキュリティが甘かった。でも何とかなりそうだ。俺に任せてくれ。ありがとう様、助かった。そうだ、カエラル通信が繋がってきているそうだな。こんなところにまで繋がってくれるのか。いや、ドキドキする。試してみてくれ。さ、はい、いいね。続々と繋がっていっている。アサルトライフルレベル2。うん、成功か。うん、よかった。これからはもっと情報が入ってくる。こちら、はい、本当にありがとう。どういたしまして。いいぞサム、次はいよいよマウンテンノットシティに接続する。うん、この先も道のりは険しいぞ。プライベートルームでやる。さあ、そんな必要はないと思ったら勝手に休みに行くやつ。そのまま行こうとしたけどそのまま勝手に休んで行っちゃうやつ。これはママの。おそらくママの子供じゃないか。違った。エッジノットシティのこの場所までもう一歩も動けない。都市も破壊され、みんな殺された。周りには BT がいっぱいいて包囲されてる。首のキープはどうした？なんとか目を盗んであなたとつながれた。だけどこれが最後になるかもしれない。今は無事だけどどうなるかわからない。あなたがカイラル通信をつないでくれることだけが希望なの。ここをつないでくれれば私は自由になれる。そうしたらあなたと一緒に東まで帰れる。アメリー、首のキープはどうしたんだ？サム、あなたをビーチで待ってる。かたくなに言わないじゃん。
シャワー浴びよう。サイコ、うん、そうそう気になってたこの後。撃たれてたけど、うん、ああサム、ビビのことなんだが、うん、あんたがカイラル通信をつないだおかげでデータが一部復活した、うん、それで分かったことがあるんだ、うん、データの調査は独自にやっている。誰かに命じられたわけじゃない。何かあったら全て俺の責任だ。あんたには罪はない。え、何、何？だから聞いてくれるか。うん、うん、封印された BB の技術はブリッジズが復活させたんじゃない、うん、分離過激派が復活させた。およそ3年前 UCA の再建を妨害する道具として BB を使い始めたという記録が見つかったんだ、うん、ブリッジズの再建計画が動き出し第一次遠征隊が出発した頃だ。連中にとっても BT は脅威だからな。奴らを感知できれば俺たちへの妨害工作も含めて何かと優位に立てる。それに対抗するためにブリッジズも BB を使うようになったというのが実態らしい、うん、俺たちが使っている BB28 の履歴がまるでわからないのはそのことも理由なのかもしれない。俺たちは BB の原理を理解しているわけではない。見よう見まねで使っているというのが実情なんだ。それからもう一つ、 BB の初期実験当時のことが分かってきた、うん、最初のデスストランディングが起きた頃 BB の実験も行われていたらしい。この大陸の東にマンハッタンと呼ばれた島があった。初期の BB 実験でこの島が消滅している。おそらくボイドアウトだろう。この実験は当時のアメリカ政府の肝煎りで行われたらしい。政府は BB の能力がデスストランディングの原因解明に役立つと考えていたようなんだ。しかし倫理的な面からも BB 実験は世論の猛反対にあった。皮肉なことにデスストランディングの原因を追求しようとして逆の結果を招いてしまったんだ。この実験に当時の大統領も巻き込まれ死亡した。その後地位を継承したのは副大統領だったブリジット・ストランドだが、ブリジットは実験を中止、資料も技術も抹消された。 BB の存在自体が封印された。それがなぜ今になって分離過激派によって復活したのかわからない。努力してみるが、また何かわかったら知らせよう。うん、サム、配送端末にアクセスして配送依頼を確認してくれ。うん、ずっと今の話待ってたんだろうね、ダイハードマンは。マウンテンノットシティの住人は厄介な問題を抱えている。うん、このエリアは各地にタール状の物質が湧き出ているのだが、うん、実はマウンテンノットシティの一部にもその被害が及んでいる、うん、都市の周囲でタールの噴出が確認されたんだ。放置したらマウンテンノットシティは近いうちにタールに侵食される可能性がある、うん、マウンテンノットから依頼が来てる。その配送端末で依頼を見てくれ。
何？うん、半物質爆弾を配送。半物質爆弾？うん、そんなもん持ってていいの？この武器は血液弾に切り替えができるわ。うん。ダットサイトも追加してある。うんうん。狙いやすくなったはずよ。じゃあ一個作っとこう。うん。よし。サム、聞いてくれ。うん。半物質爆弾の荷物ケースは長距離の運搬を前提としていない。うん。中の半物質はトラップに保管されてはいるが、強い衝撃や車両の揺れ、フローターの激しい振動があればそれに耐えることはできないだろう。うん。トラップ内部の磁気に異常が生じると警告音が鳴る。うん。警告音に気をつけ慎重に運ぶんだ。万が一輸送中に爆発すれば被害は甚大だ。うん。取り返しのつかないことになる。なんでまたそんなのをさ、山の上に運ばないといけないわけ？ほい。ショットガン、リバーストライクに乗っけとこうか。さあ行こう。ちょっと今日長めになるけど。依頼が受注されました。ほい。少しでも早く進めていきたいからね。行ってらっしゃい。あそこか。誰か発電機置いといてない？近くに発電機ないか？オンライン橋、チップライン。ここね。観測と発電機あったな。でも遠いな。まあできるだけ行ってみようか。さあこっちでやってるよね。とんぼ。さあ行こう。まあもし間に合わなかったら一応発電機を作れるから、ここでどうにかすればよし。警告音ってどんな音なのか全然わかんない。はい、やべえ。そして右奥にもうミュールの、いたね。よいしょ。あ、発電機だ。間に合った。間に合ったが確実に、確実にいると思うんだが、 BT が山沿いに行こうか。ほい。振動により地面の凸凹を気をつけて進みましょう。よし。そうは言うけど、よし、ゆっくりゆっくり行こう。このピーピーピーっていうのがそうかな。よーし、来たー。いや、めちゃめちゃ大変だな、ここ来んの。国道通せんの、ここ。
マジで言ってる。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認。よし。ID 認証。オッケー、これで大体の街は繋がったかな。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。はい。はい、納品。半物質爆弾。お疲れ様でした。うん。結果を表示します。はい。エース。ほぼ直線できたからね。ブリッジズ、どうして繋ごうとするの？うん、あなたたちが作ったつながりはいいものだけを運ぶわけじゃない。うん、遠ざけたいものをつなげてしまう。そのことがまだわからない。私たちはカイラル通信を UCA の鍵に。マジで？その声はママか。まあまあ、何を言ってるんだ。双子か。あの人は決して母親なんかじゃない。ママ、ふざけてるのか。いいかしら、もう一度言うわね。私たちマウンテンノットシティは UCA には加盟しない。都市をつなげば世界は DS 前の暗黒時代に戻ってしまう。一つの規範でみんなを縛る必要はないでしょう。都市の独立性を保った上で必要に応じて物資を運ぶだけでいい。十分よ。あんたがここの代表なのか。そうよ、ここの責任者。私はロックね。ロックね。あんたがあの技術者。おい、ちょっと待ってくれ。帰りなさい。あなたたちに用はない。あんたに頼みたいことがあるんだ。ブリッジズがしようとしていることは間違っているのよ。めっちゃ大変なんですけど、ここ来んの。サム、すまない。彼女がマウンテンノットシティの責任者になっていることは把握できていなかった。現存するノットシティだが、その数は必要最小限にまで減ってしまっている。なんとかマウンテンノットシティを UCA に加盟させなければこの先もない。じゃあどうする。君には伝えてなかったが、サム、ロックネはママの双子の妹だ。もともと彼女も第一次遠征隊のメンバーだった。もちろんママと同じ後発隊だ。ママはブリッジズでのワークネームだ。本名はモリンゲン。二人は双子のドゥームスで天才的な科学者だった。姉のママは応用物理学、妹のロックネは論理物理学のエキスパートだった。ママはキューピッドのハードウェアを、ロックネはソフトウェアを担当していた。どんなに離れてもお互いの声が聞こえる。二人は双子通信と呼んでいた。理屈はわからないが、しかしこれだけは言える。彼女たちはカイラル通信そのものだった。双子通信でいつも二人はつながっていた。そのおかげでキューピッドやカイラル通信を開発できたんだ。ママが事故にあって二人の関係はおかしくなった。ロックネはブリッジズを脱退、連絡も絶った。理由は私にもわからない。このままロックネを説得できなければ我々のアメリカ再建計画は立ち行かない。ロックネが拒むのはママの事故に原因があるのかもしれん。どうしたらロックネがカイラル通信を受け入れてくれるか考えなければならない。二人に何があったのか、すまないが私にはこれ以上わからないんだ。君には何か思い当たることがないか。考えついたら行動に移してくれ。お疲れ様でした。はあ。ということで今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。